このような問題を解決するためには野党の国会議員の誕生が必要だと。橋村里香を語る聞くよ町議会議員馬場康生社民党熊本県連合幹事長です。私は菊陽町の町会議員の馬場康生です。今回衆議院に立候補しました橋村里香さんを応援しています。今菊陽町は大変活気づいています。第一工場第二工場台湾の TSMC が進出してきました。そのような中で大きな課題を抱えています。一つは地価の高騰、それから地下水の問題、交通渋滞、環境問題等があります。その中で地価の高騰により八百屋さんや病院が撤退してきました。また交通問題については30分で動けていたことが今1時間以上かかるような状況で交通渋滞を招いています。それから地元の人は家からスムーズに移動できないような状況に陥っているわけであります。また地下水については熊本市を中心として100万人が今水を賄っているわけであります。その中で第一工場第二工場の中で1日8000トンから1万2000トン汲み上げるということが構想としています。ただ8000トンに引き下げられましたが、仮に1万2000トンにするとこの量は高知市の6万人の人口に匹敵する量を1日に汲み上げる量となります。そのような中でいろんな形で熊本県あるいは菊陽町が地下水の問題については取り組んでいます。特に水田に関与をするというようなことの取り組みに補助金を出したりして取り組んでいます。また浄化槽工場排水については菊陽町や熊本県が立ち入り検査をするということを行っていますけれども、これは対応については厳しく対応してもらいたいと私は考えています。それから私たちは今熊本県では野党の国会議員は一人もいません。このような問題を解決するためには野党の国会議員の誕生が必要だということを強くお願いし、また橋村里香さんを皆さんで応援し、国会議員として誕生させていただければ幸いです。Social Democratic Party 社民党。